からフォーレーに行きます。フォーレー、フォーレー、フォーレー、ホーチミンの中で、うん、何個かフォー屋さんで有名なところがあるんだけど、うん、そのうちの一つ。あ、フォーフォアパスタみたいなもん。そうだね、フォーレー行ったことないな。初めてだね。うん、ちょっと外れてるもんね、中華街だもんね。いくつか店舗あるみたいな。あ、ここが本店なんでしょ、多分。うん、日本のラーメンと一緒でさ、全然違うじゃん、美味しいフォー屋さんってレベルが。多分美味しいんだろうね、ここも。初めて行くけど。あ、これじゃん、フォーレ、フォーレ、フォーレ。入ろう。2時とかだから空いてるね。うん、わあ、すごいの来た。うん、あー、素晴らしい。あ、フォー、フォーボビンじゃん、これ。これ。うん。フォーボビンにしようかな、俺。あ、ここフォーがないんだ。全部フォーかな？生肉、生肉。これフォーボビン。あ、ミートボールと。これとこれにする？うん、これとこれにしてみようかな。うん、結構さ、この油が浮いた感じ、黄色の油が浮いた感じ、ちょっと癖あるかな、浮いてる感じで、スープは結構透明。うん、いただきます。あー、美味しいけど、ちょっと癖ある、ね、癖ある、うん、でも美味しい、うん、美味しい、美味しい、これ食べるでしょ。うん、あ、これなんかね、味が濃いじゃん。そうそう、香辛料のね、味結構濃い味で美味しいよね。美味しい。うん、うん、美味しい。いいんじゃない。生の生のもやしね。もやし入れるの好きなんだよね、私。入れちゃいます。ちょっとさ、方が柔らかい麺じゃん。うん、だからもともと中に入ってる玉ねぎとか、うんうん、あとはこの漬けで入れるもやしとかがシャキシャキするのがまた結構ね、うんうんうん、なるほどね、うん、すごい量だね。ね、フォーフォーよりもどうだろう、スープはやっぱ味は違う、ね、味は違う、うんうん、こっちの方が脂っぽいかな、油浮いてるからね、うん、まあ、フォーフォーだったらガーがあるからより食べやすい。あ、そうだね、ここガーがない、うん、ガーがない、ガー、鶏ね、うんうん、牛肉ってやっぱりちょっと匂いするときあるから、うん、でもこれは大丈夫だ、美味しいね、うん、あ、美味しいわ、美味しいね、うん、美味しい、That's what you get, forget what you get, forget what you get, forget what you get, That's what you get, forget what you get, forget what you get, forget what you get